四国総合通信局とは、情報通信行政を所管する、総務省の地方支分部局である。徳島県、香川県、愛媛県、高知県を管轄している。当局は、愛媛県松山市に所在しているが、四国管区における国の出先機関は15局中13局が、香川県高松市に所在しているため、当局は、松山市に所在する唯一の管区地方支分部局と、 なっている。本所組織図9本庁舎は、日本郵政グループ、松山ビルに曲がりをしている上に、同ビルは老朽化が問題となっていた。また別館についても、全面道路が愛媛県と松山市が整備を行う、予定の JR 松山駅駅前整備にかかる道路用地として拡幅される予定であるため、将来的には立ち退きをする必要がある。 四国総合通信局はこの別館の立ち抜きを受け、老朽化している本庁も含めた移転を計画。移転先については、具体的には決定していないものの、松山市外へ移転する可能性もあることから、松山市議会や愛媛県議会では国に対し、松山市外への移転をさせないように2010年9月27日と10月8日に、それぞれ意見書を提出している。要旨としては、 総合通信局の松山市街移転は、松山市の情報通信分野や地域経済に、甚大な影響を及ぼすほか、地元への定着もあることからぜひとも、松山市街へは移転しないように要望するというもので、ある。これら市外への移転を食い止めようとする愛媛県や、松山市に対し、移転先としての受け入れに、積極的なのが、香川県高松市である。 高松市議会でも議題に上がっており、当時建設中だった高松散歩と合同庁舎への誘致が有力視されていた。高松市には四国管区における国の出先機関15局中、総合通信局と森林管理局を除く13局が所在しており、香川県と高松市はそれら出先機関を1箇所に集約した高松散歩と合同庁舎を建設中で、 2006年11月には先行して A 棟が完成し、翌月12月に運用を開始した。残る B 棟についても2007年度予算案に設計費が盛り込まれたが、政権交代により2010年度からは予算が凍結されている。しかし、香川県と高松市はこの B 棟建設に意欲的であり、 松山市、愛媛県意見書提出直後の2010年11月18日には国会議員に対しビーム棟の早期着工を要望していた。しかし、四国総合通信局は2015年4月10日、庁舎移転に伴う新庁舎の設計として、現庁舎近くに庁舎移転のため平成27年度に新庁舎の設計を行うことを発表し、 これにより国立印刷局松山倉庫跡地への移転が決定した。2016年度に着工し、2017年度末の完成を予定している。2018年11月26日、新庁舎での業務開始。ありがとうございます。